制圧に成功したようだ。敵を引きつけるだけでよかったのに。大したものだ。よくやってくれた。そのまま先に進んでくれ。あそこが砦の中央部。Activating combat mode. Activating combat mode. Shimatta.なんだこれ。これは我らウータイの守り神、水神リバイアさんだ。我々はウータイ特殊部隊炎月輪、水神を祭りウータイの敵を撃つ者、神羅のソルジャーよ。聞こう、この信仰の目的は相も変わらず魔航路か。ああ、魔航路があればたくさんの人が豊かに暮らせる。もちろんあんたたちも。お前の言う豊かな暮らしと引き換えに、我々は生まれ育った故郷を失うことになる。その痛みや悲しみがなぜわからない。重ねて聞きたい。貴様はなぜその優れた能力をこのような非道に使うのだ。魔光エネルギーで幸せになることが間違いなのか。それを広めるのは非道なのか。戦う者同士であれば分かり合える、そう期待したが無駄のようだ。ならば我々らしく決着をつけるまで。さあ行くぞ。アクティベイティングコンバットモード。はっ、やれ。はっ、Conflict resolved. どっしゃ。なぜ殺さない。さあ、なんとなく我らは命ある限り神羅を憎み続けるぞ。さあ殺せ。もういいって。
Activating combat mode.2つ、ふるさとを疑い守るため3つ、醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前、ウータイ最強の戦士。こっから先は私が行かせないよ。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。まいったな、ガキと戦えって言われても。シュシュシュ、どうだ、まいったか。シュシュシュ、うおー、いって、やられた。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。さあ仕事仕事。お前らが対ソルジャー用とかいうモンスターだな。アクティベイティングコンバットモード。
勝者の誇りを見せてみろ。見逃すなよ。ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ。急いで離脱しろ。あと5分で爆発するぞ。了解。ラザード統括、見てるか。急げ俺。急いでるんだって。また一つ貸しだ。目が泳いでいたぞ。そう。それよりその件欠けちゃったりしたんじゃないの？剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュー。すまない、待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラスセカンドザックス、タンブリン砦攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、君は恐ろしい男だ。たった一人で敵部隊を全滅させてしまったんだからね。確かに俺も驚いた。目覚ましい成長だ。ウータイ戦争における君の活躍は後世に語り継がれるだろう。英雄になるという君の夢、もう叶えてしまったね。ラザード統括、それは言い過ぎだ。ザックスにはまだまだ活躍してもらわなければ。それもそうだな。ザックス、これからも期待しているよ。さあ、急ごう。セフィロスが待っている。セフィロス？あの英雄の？すげえ！英雄に会えるのか？ザックス、来い。
ザックス、統括を安全な場所へ。セフィロスに連絡を。ザックスで十分。さあ、行け。統括、ついてきて。ラザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジールの応援を。わかってるって。大兵じゃないよな。召喚獣、誰が呼んだんだ。アクティベイティングコンバットモード。
ジェネシス脱走したソルジャークラスファースト同じ顔ジェネシスコピーかコピー人間のコピーアンジールはどこだここで戦ってたはずなんだけどあいつも言ったかあ今のどういう意味だよアンジールも裏切り者になったそういう意味だありえない俺アンジールのことはよく知ってるんだそんなことする男じゃないアンジールは俺を裏切ったりはしないアンジールのやつどんだけサボれば気が済むんだあれからもう一月だぞセフィロスもセフィロスだよジェネシスとアンジールを一緒にするなんてジェネシスって言ったらセカンドやサード連れて消えちまったやつだぞコピー使って俺たちを襲ってきたんだぞアンジールがそんなこと許すはずないソルジャーの誇り誰よりも大事にしてんだからまったく何がどうなってんだアンジール早く戻ってこいソルジャークラスセカンドザックスそうだけどあんた誰ラザード統括がお呼びだブリーフィングルームへ行ってくれおいちょっと誰だよアンジールから何か実家にも連絡はないそうだじゃあ何のよ新しい任務だ今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしいはい彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが信用できないなんで親子だからな念のためスタッフも派遣しておいたが連絡が取れなくなった何が起こっているのか調査してもらいたい彼が同行するタークスのツォンだこれ、なんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。ちょっと失礼もしもしああ俺カンセルだけどメール読んだかまだ後で読んどくよ今ブリーフィングルームでミーティング中なんだそっかなあそれ終わったらちょっといいかなんだよ時間ないから少しだけだぞうんそれでいいじゃあブリーフィングルームの前にいるわ
早くしろよ。ザックス、任務の前は行きたいところへ行ってしたいことをしておいた方がいいぞ。なんというで、よし、8番街だ。じゃあここからは別行動な。え、マジ？誘っておいてほったらかし？それなりの気遣い、分かれよ。お前、任務の前で時間がないだろ。一人の方がいろいろできるからな。もし会社に戻りたいなら、あっちだ。じゃあな、ザックス。また連絡する。あなた、もしかしてソルジャーさん？ソルジャーのザックスだ。よろしく。ザックス？聞いたことないわね。どうせ二流ソルジャーでしょ？今、最強のソルジャーは誰かって話をしていたの。私はアンジール様ね。真面目な雰囲気に倹約家なところが素敵。ソルジャー最強の男っていうとセフィロス様以外考えられないわ。上半身裸の姿を考えただけで頭がクラッとするわ。何を言ってるの、あなたたち。時代はジェネシス様よ。ソルジャー最強の男なんですから。ソルジャークラスファースト。ジェネシス、私どうか。
新規会員になった。これからの時代だから、だから、その風貌、俺は神羅が…さっきから最近どこの…いや、何って言われても…八番街の通常パトロールは…このは…いや、ちょうど…ミッド…迷子になった子ど…自販機で小銭をくすねるコソ泥を捕まえるのはだ…列車の…すべて我々だ…す…軍とソルジャー…
ラブレス。それは破滅へ向かう愛と友情の物語。舞台化されるほどの素晴らしい物語で、私はジェネシスファンクラブの人、ジェネシス様が愛するラブレスをより深く理解するために勉強しています。ジェネシスファンクラブ、赤い革コートの勇士が集まって作ったですが、上辺だけのファンが集まるファンクラブに嫌気がさして、あなたも勉強は…おめでとう。あら、新着のメールのようですね。チェックして…ラブレスは全5章で構成されているけど、最終章は散逸していて内容が不明です。2章ジェネシス。現在、ポーションのキャンペーンを行っています。一般の、よろしければ…よう、ザックス。
ブリーフィングルームへ行ってくれ。タークスが待ってるから急いだ方がいい。こんなに急ぎだとは知らなくて誘って悪かったよ。マジかよ。ブリーフィングルームはすぐそこ、見えるだろ。まったく、とにかく急げよな、ザックス。じゃ、に。早くしろよ。
Activating combat mode.一撃で仕留めること。さあ、やってみろ。一撃でだぞ。手本はなしかよ。くそ、やればいいんだろ。よし、一撃で倒したぜ。相手が弱すぎたな。さあ、次だ。覚悟しとけよ。本気を出せ。これならどうだ。本気を出せ。これならどうだ。一撃で仕留める。Activating combat mode. Conflict resolved. だが次も同じ結果。
Activating combat mode. 邪魔すんな。あれ。はっ。やだ。うれ。Conflict resolved. よっしゃ。Activating combat mode. Ha! Oshimai! Conflict resolved. Activating combat mode. Shimatta!行動訓練のその日。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。Activating combat mode.